こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、オーストラリアアマゾンが始まったら、売れるもの。ね。それを、今、アマゾンで、オーストラリアに住んでる人が何を買ってるか、それを分析したね、データがあるんで、それをご紹介して、ちょっと解説します。まず、アマゾン .com でね、オーストラリアの人が買ってるもの。おもちゃ、それから電化製品、歯磨き粉。この辺が、オーストラリアの人が、 アマゾン .com で買ってます。それからね、もうすでに、これはそう、オーストラリアアマゾンのね、情報を提供しているニュースなんですけど、すでにオーストラリアに、ね、FBA 倉庫を設置済みと、ね、おそらくクイーンズランドの倉庫と、 え、それから、え、ニューサースウェールズ、シドニー郊外の倉庫と、あとね、メルブルーンはちょっとどこだかわかんないですけど、まあメルブルーンの倉庫のことを言ってるんだと思います。で、まあオーストラリアアマゾンが始まるってことでね、関心はすごい高くなっていて、え、オーストラリアでアマゾンっていう検索がね、93%増加してると。ね、すごいですね、93%とかほぼ倍になってるわけですね。で、えー、プラス、 JBHi-Fi ね。オーストラリアに Amazon アが物販を返したらね、大ダメージを受けるであろうっていう会社なんですけど、もう先回りして株下がってます。プラス JBHi-Fi も店舗を占めてます。もうそのぐらいね、完全にもう白旗上げちゃってると。ね、まあ。かないっこないって感じですよね。まあ。 日本でいうビッグカメラとね、山田電機あたりがね、えー、アマゾンのショールームと化したように、j b ファイファイもそうなってしまうかもという感じでね、もう早々に、えー、店舗を締め出してます。株価も下がってます。でね、えー、この記事では、えー、アマゾンのフィルフメントセンターはオーストラリアに設置済みと、ね、えー、不便なオーストラリアのね、えー、アマゾンが来てくれるっていうのはオーストラリアの消費者にとって待ち遠しいイベントです。でね、 このヒットワイズってところがまとめたデートなんですけどね、月間検索が先ほど言ったように93%ね、7月以降増加していると。で、それらのデータから技術製品、まあ要はパソコン関係とかカメラとかそういうやつですよね。特にコンピュータ、ハードウェア、アクセサリー、ビデオゲーム、携帯電話、オフィス用品を販売する小売業者が Amazon の拡大に拍車をかけてます。これどういうことかと、こういう商品を売ってる人たちが amazon の売り上げ拡大に貢献していると。ねそりゃそうでしょうね。普通は物を売るのにはね、えー、店舗網が必要だったり、えー、ネットで売るんだってもね、えー、かなりの投資をしてアクセスを集めて、えー、アクセスに耐えるサイトを作ってね、えー、やんなきゃいけないところ、amazon を使えば物を載せるだけで売れちゃうと。商品だけガンガン用意できる人だったらね、店舗も持ってなくても売れちゃうってうので amazon でガンガン売ってる人がいます。 まあ、要はそういう人がね、アマゾンの拡大に、えー、拍車をかけてるというか、加速させてる、協力してるってことですね。で、一方、ね、おもちゃ、健康、美容、医品、および家庭用品の小売業者も、アマゾンのアメリカおよびイギリスのサイトから見て購入するオーストラリアの消費者の監視のレベルで判断すると、アマゾン進出にピンチを感じるでしょう。ね、これどういうことかというと、えー 店舗を持っていて、すでに店舗を持っていて、Amazon に参入しない、あるいはね、えー、店舗を守んなきゃいけないっていう立場で考えたら、Amazon のね、えー、進出っていうのは脅威でしかないと。今までね、せっかく場所のいいところに店舗を構えて売ってたのが、もっと便利なね、えー、ショッピング機会を Amazon が提供したら、その場所のいいね、店舗を構えた意味があんまりないと。ろくな場所にね、えー、店舗を持ってない業者とか、あるいは倉庫しか持ってない卸売業者なんかが、 アマゾンで小りに参入した方が普段のコストがかかんない分だけ儲けやすいというようなね、そのなんていうんですかね、オセロゲームの白黒をひっくり返したようなね、状態が起こりうるというのがね、アマゾンの参入によって起こることです。これはね、オーストラリアの場合は、ほとんど有力な通販ネット業者がなかった、物もろくいなかったってところに今回初めて、世界ね、 特に競争の激しいアメリカと日本の競争を勝ち抜いたアマゾンが出てくるっていうのはね、えー、脅威以外の何,何者でもないですよね。まあ、なんででしょうね。まあ、例えば、オーストラリアの、えー、アマゾンというのはね、えー、ゴルフで言ったらね、えー、小学生のジュニアゴルフ、小学生低,低学年のジュニアゴルフって言ってみたら、そこにね、いきなりね、えー、メジャー選手が入ってくるというような状態ですね。 日本とアメリカのアマゾン参入はもともとレベルの高い戦いをしていたメジャーの戦いに新進気鋭の新人が出てきたぐらいのプロ同士の戦いっていう感じでしたけどオーストラリアについて言えば子供が戦ってるところにいきなり、ね、プロの大人が乗り込んでいくっていうような感じでそれぐらいのインパクトがあります、まあ、そんなわけで、ね、オーストラリアの消費者がすでに amazon で購入しているトップカテゴリーの製品の多くが技術分野にあるとすれば、このカテゴリーは他のどの分野よりも影響を受けると思われと。ということでね、それがまさに JBHi-Fi が売っているような商品は影響を受けて、JBHi-Fi、せっかく気づいた店舗も無駄に何かもしれないねってことで、そのことには JBHi-Fi 実際も気づいて店舗は締め出してますし、株価も下がってると。ね、で、まあ、売れてるものっていうのはこの辺の、まあ、 家電、それからね、おもちゃ、健康、えー、そういうパソコン関係のものとかいう形です。ただね、家電とかパソコン関係のも返品も多いし、電圧が違うって問題もありますんで、やっぱりおもちゃ、健康、美容、えー、それからね、一部の医用品なんかがいいんではないかと。あと家庭用品、雑貨ですね。えー、いうふうに思って、まあ、すでに準備をしてますけどね。まあ、改めてそれ,がそれらが儲かるっていうことの記事が出てたんで、再確認です。 一方、オーストラリア人はアマゾンの食品、食料雑貨品カテゴリーを閲覧することにほとんど関心がありませんと。まあ、食べ物はね、あんま興味ないみたいですね。まあ、確かにオーストラリアはね、食べ物だけはいっぱいあります。ね。珍しいものはないですけど、えー、肉だ、魚だ、野菜だっていうのは、下手したら日本よりも種類はありますね。特に野菜とかについて言えばですね。なんで、えー、食料品はどうかなって感じですね。で、 最近、数ヶ月で、アマゾンはオーストラリアの買い物客が、アメリカサイトから特定の商品を購入することをより困難にしました。ね。どういうこっちゃって感じなんですけど、これはね、アメリカアマゾンでオーストラリア人が買い物するには、あるいはアメリカアマゾンで、えー、買い物をするには、アメリカの住所とアメリカ発行のクレジットカードが必要になったと。ね。これは、まあ、セキュリティ上の問題もありますけど、まあ、この記事ではね、 えー、オーストラリアでのアマゾンの将来のビジネスを保護し、テクノロジーから始まる新しい製品やカテゴリーのドリフフィールドに先立って関心を呼び起こすことを目的にしていると考えられますと。要は、じらしてるってことですね。えー、アメリカアマゾンから買えなくなっちゃったじゃんと。いつ始まるんだオーストラリアアマゾンっていう。まあ、そう、そうなのかなという気はしますけど、まあ、えー、この紹介記事にはそんな風に、えー、書いてありました。だからやっぱりね、えー、 普段から言ってるように、オーストラリアアマゾンでも売れるものは、やっぱり、ね、くだらなくてどうでもいいもの。で、くだらなくてどうでもいいものほど、オーストラリアにはね、あまりないんで、えー、高く売れます。ね、アメリカアマゾンが始まった時よりも、多分価格差は取れます。えー、そんな形で、ね、えー、もう、いつ始まるかとね、楽しみなオーストラリアアマゾンですけど、また、続報が来たらお知らせします。 えー、アメリカアマゾンで、ね、あるいはオーストラリアイーベイで、えー、どんなのが売れるか、まあ、テストしつつですね、オーストラリアアマゾンの物販開始をお待ちください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。